パシュミナ素材パシュミナは、カシミや繊維等を糸に紡ぎ、折り上げた、ネパールやインドで、伝統的に作られてきた、ストールショール及びその素材を指す。非常に弱い糸から生地を折り上げるため、ネパールで古くから縦糸にシルクを用いている。これに対して、インドでは、古くより、パシュミナ素材のみで折り上げられるストールが主となり、この折りを、ディバインウィーブと呼んでいる。 一般的なカシミアストールはカシミア繊維の持つ縮み、ミツル性を利用してフェルト化させた生地を用いるがパシミナストールはカシミア繊維を糸に紡ぎ折り上げるため生地が薄く光沢感が高いという特徴を持つ。近年そのファッション性の高さから欧米や日本等の先進国を中心に流行したためそれらの地域ではパシミナという名称が一般化された。 パシュミナストールの素材もまたパシュミナと呼ばれる。伝統的にはパシュミナはヒマラヤ山脈に生息するカシミヤヤギ及びその近似種から採取された素材とされているが明確な定義がないため現在は低ランクのカシミヤ繊維やウール繊維で作られたものが主流となってしまい化学繊維のものまでパシュミナとして販売されていることがある。 日本国内に流通しているパシミナの多くが、こうした粗悪品となっており、実店舗で風合いを確認した上で購入するか、通信販売で購入される場合も、返品保証等の、ある店舗で購入するべきである。なお、日本では、家庭用品品質表示法上、パシミナという繊維の用語は認められていないため、ウール、または、カシミアと表記されることが多い。 h t t p w w w c a a g o j p h i n p y o ュファイバ f i b e r f i b e r ーターム h t m、erm、l <ml> ありがとうございます。